香川県警によりますと、今年1月から7月末までに県内で認知した SNS を通じた詐欺の被害件数は23件で、被害総額はおよそ2億6500万円でした。件数は去年の同じ時期より16件増えていて、被害総額はおよそ1億4000万円上回っています。内訳を見ると、投資詐欺がおよそ2億6000万円と 9割以上を占めています投資詐欺とは絶対に儲かるなどといった嘘の情報を流し金を騙し取る詐欺などを指します県内では SNS やマッチングアプリで知り合った異性の外国人から投資話を持ちかけられ被害に遭うケースが増えているということですまた年代別では40代から60代の男女の被害が大半を占めていて 県警では SNS などで知り合った人物を安易に信用しないようにするなど詐欺の被害に注意するよう呼びかけています。